方のご紹介させていただきます。神戸から来られた梅田隆さん、ありがとうございます。昨日五穀神社で講演会がありまして、その時にチラシを200枚くらい配らせてもらったので、それを見ていただきます。せっかく着物を着ている方で着なさるわけなんで、ちょっと人数は少ないです。それから竹中聡さん、大阪市の方、石垣島より今帰省中でお伝えしています。今年はですね、なんと200人ぐらいの人が来ていただきます。